それは聞いてないよ。それ聞いてない。それ聞いてないな。めっちゃウケるじゃん、それ。なんで早く言わない。ちょっと食べやすい食べ方がいいな。どういうの？そう、ラピュタパンみたい。なんで？これ食べたことない。うんふん。説明するとね、目玉焼き乗ってて、シータが、パズーがこれ食べて、目玉焼き上手にって食べるんだよね、うん、で、シータにってやってで、シータもそれを真似して、こう丁寧に目玉焼きを、うん、美味しいみたいな感じだね。シッシュだ。うん、うん、美味しい、うん、やっぱ朝のこの美味しい。その子供の100点だもんね。ね。うん。あ、チピも久々のフルーツじゃない。フルーツ何年ぶり。やっとまともなもの食べてるピ。私やるとさ絶対来るじゃん。来るけどさ、盛り上がってるとこに来てるだけで、ドライヤーが好きってわけじゃないじゃん。好きだよね。好きだって血の海に捨てやろうか。え、正しくは正しくはん、お前を5人にしてやろうか。